シンデレラの靴屋さんへようこそ。今日もいろんな人の靴を作っちゃうわよ。シンデレラさん、私に靴を作ってくださいな。まあ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 、これはエルサリカちゃん、とっても素敵なドレスね。似合ってるわよ。ありがとうございます。もちろん素敵な靴を作ってあげるからね。はーい、嬉しいです。このガラスの靴型に青い粘土を入れていくわよ。綺麗になったらそーっと水色の素敵なハイヒールができたわ。今度は水色の粘土を伸ばして伸ばして、これに氷の杖をギュッ。氷の形ができたわ。これを形に合わせてカット。これを靴にペタ。長いところはカット。今度は全体的に水色とシルバーのラメをラメ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 。だんだん氷みたいに透明感が出てきたわね。後ろ側の部分は濃ゆい青のラメラメをペタペタ。今度は水色のキラキラをグラデーションみたいにつけていくわよ。そしたら最後は白のキラキラを。どんどん氷みたいにキラキラになってきたわよ。本当にとっても素敵ですね、シンデレラさん。そうでしょ、そうでしょ。今度はこのキラキラを真ん中にペタ。パールも足したらキラキラの氷みたいなエルサの靴の完成よ。あー、シンデレラさん、私のドレスみたいにキラキラで素敵。本当に本当にありがとう。気に入ってもらえたならよかったわ。あー、大事にします。気に入っていただけてよかったわ。こんにちは、シンデレラさん。まあまあまあ、今度はアナリカちゃん。リカちゃんったらコスプレ好きね。大好きなんです。私の靴も作ってくれませんか？任せといて。わーい。今度はエリサさんに濃ゆい青色を詰めていくわ。とっても素敵な青いハイヒールができたわ。黒い粘土を伸ばして伸ばして、これを余分なところをカットして畳んで、綺麗に形を整えたら悪役感たっぷりの靴になってるけど大丈夫。今度はピンクの粘土を伸ばして伸ばして、余分なところはカット。ヒールの後ろ側に形を整えたら、今度は白い粘土を伸ばして伸ばして細くカット。今度は金色の粘土をどんどんキラキラのラメラメにしていくぞ。一本取って、余分なところはカット。今度はこっち側、最後は余ったものをカット。キラキラがついてとっても大人っぽくなったわ。あー、素敵。今度は赤いラメを上から、このピンクのグリッターをキラッキラのギラッギラにしていくわ。キラキラね。私キラキラ好き。よかったわ。次は青い花のラメラメを青い部分に塗っていくわ。今度は青色のグリッターを全体に。ラーメン宝石みたいな靴ができるわよ。本当にキラキラで素敵。これでキラキラで宝石みたいになったわ。素敵。緑の絵の具で模様を描いていくわ。模様を描き終わったら緑のラメで線をなぞっていくわよ。ツヤツヤしてきてとっても綺麗になってきたでしょ。本当にラメってなんでこんなに素敵なんでしょうね。今度はこのキラキラのハートをペタペタ、そして雫型のストーンをペタ。ハートの上に黄色のストーンをペタペタ。今度は紫色のストーンを、そして黄色のストーンをペタ、そして紫色のストーンを
せた。これでアナさんの靴が完成。うわあ、なんて素敵なの。シンデレラさん、こんなに素敵になるなんて思わなかった。ありがとう。いえいえ、また来てくださいね。もちろん。とっても素敵な靴ができて私も嬉しいわ。シンデレラさん、最近雪だるまの彼女ができたんだけど、彼女に靴を贈りたいんだ。あら、それはとっても素敵ね。私に任しといて、とっても素敵な靴を作ってあげるわ。あー、嬉しいな。オラフさんはやっぱり雪だるまだから、真っ白なハイヒールを作ったわ。これにオレンジ色の粘土、これをヒールに、長いところは切って形を整えて整えて太くして少し線を入れるわ。これは何かわかるかしら。実はこれ、オラフさんの花の人参。嬉しいな。オラフさんは雪だるまだから、この雪みたいな星のラメを全体につけていくわ。なんだかとってもメルヘンな感じになってるけど、これはこれでいいんじゃないかしら。それにしてもオラフさん、あんまり特徴がないからハイヒール作るの難しいわ。一番不安なハイヒールだわ。そして今度は丸いグリッターを上から重ねていくわ。キラッキラに仕上がりそう。オラフさんのガールフレンドは喜んでくれるかしら。オラフさんといえば胸にある石のボタンよね。石を置いて上にラメを乗せて、キラキラで可愛い石になってるわ。モールで作った手をここに刺せば、やあ、僕はオラフ。ぎゅっと抱きしめて。手の動く雪だるまハイヒールの出来上がり。たまにはこんなハイヒールがあってもいいんじゃないかしら。うわー、とっても素敵だよ。僕気に入った。彼女さんも気に入ってくれるといいんだけど。気に入るよ、きっと。ありがとう、シンデレラさん。ご満足いただけたんだったらよかったわ。また来てくださいね。うん、ぜひ。今日も楽しく靴が作れてよかったわ。皆さんに喜んでもらえてとっても幸せだわ。うふふ。私のエリサの靴が可愛いと思った人はグッドボタンお願いします。私アナリカちゃんの靴が可愛いと思った人はチャンネル登録お願いします。最後に僕のぎゅっと抱きしめてハイヒールが可愛いと思った人はコメントよろしくね。それじゃあ次の動画もよろしくお願いします。またね。バイバイ。